渋士市は、鹿児島県の東部に位置する市である。市の南部は、渋士湾に面し、国の中核国際港湾である、渋士港が整備されている。渋士港からは国内外へ、複数の航路が設けられており、南九州地域での重要な役割を担っている。渋士市中心部周辺の空中写真。2008年11月13日撮影の8枚を、 合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。鹿児島県の東部、大隅半島の付け根の部分にあり、宮崎県と接する。地域の南側は、渋市湾に面している。合併前の旧町名を、大和の前に関している。現在の渋市地域は、廃藩地県まで、 日向国初見軍に属していた。中世は隣接する大崎町域とともに、国院を構成していた。布市は、古くから海を糧に栄え、平安時代末期に開かれた大隅、薩摩、日向に誇る広大な荘園、島図荘の唯一の水門として発展し、江戸時代には、薩摩藩の直轄領となり、現在の地域に、布市、松山の外城がそれぞれ設置された。 海上公益が盛んになった江戸時代には内外公益で開け、渋士千軒の町と謳われるほどの町並みを形成し、活況を呈していた。図書広里が、高下3年7月27日には、渋士号寺島となり、死去するまで県職する。当時の区域は以下の通り。有明町山中は、大崎号野方村の一部。外ごとには、 合市の居住する、ふもと集落が置かれ、渋士号は、渋士小学校周辺、松山号は、松山市所周辺に位置した。旧日光国であった渋士市域では、廃藩地検後複数回、所属権の変更が実施された。町村制志校後1889年の町村制志校時に、二号はそれぞれ渋士村、松山村として発足。 しかし、渋志村は、当時の自治体としては、面積が広大であったため、1891年2月に、東西に分割された。また、9号市の支配への反発から月の村が、単独の自治体として独立した。この時点で、渋志市発足前の山頂域の各自治体が成立した。山村は後にそれぞれ調整施行し、東渋士村が、 大正時代に、渋市町、西渋市村と松山村は、昭和時代、第二次大戦後にそれぞれ有明町、松山町と改称された。有明支所松山支所住所は、渋市市の後に、旧町の住所を合わせて表記する。すなわち、旧住所の、総群を、渋市市に置き換える。渋市警察署特産品高等学校中学校。 小学校も寄り空港は、鹿児島空港で、車で1時間強。宮崎空港へは、約2時間の距離にある。中心駅は、渋士駅であるが、1987年に、接続していた、渋士線、大隅線が廃線となった後、ホーム一面のみの無人駅となった。日南線は、渋士駅から、宮崎市方面に至る。 宮崎県南部を縦断する路線である。そのため、鉄道で、鹿児島県内の多市町村へ行く場合は、必ず、宮崎県を通らなければならない。一般路線バス級渋市町の渋市バス停を、拠点として運転されている。宮古野城渋市道路主要地方道は、宮崎県道、鹿児島県道3号日南渋市線。 鹿児島県道63号渋市福山線、鹿児島県道65号南の号渋市線の3本が通じている。この中でも、県道渋市福山線は、霧島市方面への最短路として機能している。一般県道では、県道 E の松山都の城線が、都の城市方面へのアクセス路線として機能している。道の駅渋市港は、 中核国際港湾に指定されており、長距離フェリーや国際定期コンテナ航路が運航されている。ビロー島支部市大国リゾートホテル。ありがとうございます。